は終了いたします。ヒロちゃん、結構人気あるんだね。おう、にゃー、あー、すごかった、楽しかった。見れなかったの、マイメロ。わーい、いつもとんくさいね。ほう、あー、ギャー、あ、ごめん。これプレゼントしてくれるの？明日のモテ川グランプリ、マイメロに投票してくれるって。でも明日のモテ川グランプリ、本当に誰がなるんだろう。さあ、お豆腐ください。だって爆獣一郎ちゃんには、はい、もう一個サービスしちゃうよ。時間もないし、プライていくしかなくね。なんと投票もあっという間に済んじゃって、第1位がサクッと決定しました。的な。でもその発表の前に、惜しくも予選落ちした方の様子を聞きたくね。ね、まず恋のソラピコとソララ王子様。ふん、所詮ここの住民には俺様のハイレベルな美しさはわからないピーよ。言える。王子様を第1位にすることを要求するし、続いて4位のクロミさん、何考えが良いのか。さあ、自信よりくや。お前目が1位負けたから、あとは悔しくて言うのだ。はい、次行ってみよう。3位のキララ、自分で美少女とか言ってる割に3位に終わったお気持ちは。そんな、3位で十分です。嬉しいです。選んでくれたみんな、ありがとう。妙に慣れてるし。さて、いよいよ2位だし。あれ、てか2位がいなくね。もしもし、会場の父さん。ああ、ここが会場だぞ。あら、真ん中で言ったら、どじっこて。さあ、では注目の2位は。それが2位は1位と同点になってしまって、同着1位なんだぞ。同着1位と申しますと？つまり1位が2人いるんだぞ。オープン。はにゃん票が106人、キャフン票が106人で同点なんだぞ。さすがマイメロちゃんとバクジュイチロちゃん、もうつつけがたいね。これは迷っちゃうな。同着ってなんだっけ。ほえ、皆さん、お手元のスイッチをどうぞ。お出し、最もモテカーだと思う方にスイッチを押すんだぞ。なお、1位の2人にもスイッチを押す権利はあるぞ。ふん、あたいがマイメロに入れるわけないだろうが。パク11位に決まってるぞ。俺様よりモテカワじゃないピヨ。はい、ピヨ兄ちゃんだって。すごい接戦だぞ。お腹すいたっぺ。ボクジュイチローちゃん、キラーラーだ。来週からお願いパクジュイチローちゃんになっちゃうかも。キララが残れば私はいいけど、なんてこと言わないよ。ピコッタ、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 ピコッタ。結果が出たぞ。モテカワグランプリは一票差でマイメロに決定。よかったね、マイメロ。みんな。
自分に入れないぞな。親善大使になればパーティー三昧、おいしいものがいっぱい食べれるぞなよ。だってみんなで食べるご飯が一番おいしいっぺ。マス十一だ。それじゃあ人生をお祝いして今夜湯豆腐にするぞなね。やったー。